中年オタッキーです。で、年末の繁忙期でね、まあ繁忙期ってうちの仕事あんまり忙しくないんですけど、もうとにかくね、自己渋滞が多くてね、メタメタにやられてます。でもこの場を借りてちょっと東海地方のドライバーの皆さん、もうちょっと事故を減らしてください。うちの仕事ね、東海地方は絶対通っていく仕事なんですけど、もうね、亀山のジャンクションと一宮のジャンクションで毎日のように事故渋滞が発生してまして、よそでね、全然事故起きてないのにね、もう亀山と一宮は毎日なんですよね。でね、もうちょっと参ってますんで、睡眠時間どんどん削られてしまうんでね、ゆっくり走りましょう皆さん。命に関わってきますしね。そんなわけで今日の動画をスタートしますけど、まあそうですね、今日はね、ちょっと繁忙期ということもあって、写真とか撮ってるんですけど、フィルム撮りきってなかったりして上がってこないんで、今日はね、私が最近ずっとツイッターとかでもその情報流してますけど、ヤフオクとかでね、バンバンカメラを安く買ってる、そのカメラを安く買う秘訣とでも申しましょうか、この辺をちょっとやっていきたいと思います。それでは本編スタート。皆さんね、そのヤフーオークションとかは、メルカリとかもいろいろありますけど、でカメラを購入したことがあったりとか、その購入しようかなとか思ってみたりとかしたことある方多いと思うんですけどね、その時にね、何をその何て言うの、大事にしますか。多分ね、みんなね、確実に動くとか、故障があるとか、見た目が綺麗だとか、その辺をね、重視して言ってると思うんですね。でね、その手の出品物っていうのはね、必ず値段が上がっていきます。それはそうです、みんな同じことを考えてるんですよ。確実に動いてもらって、で見た目が綺麗だったら、大丈夫だと、で欲しいから入札する、で同じことを考えてるから、じゃあって集まるから、どんどん値段が上がっていくわけなんですけどね。オークションってのはそういうものです。でね、僕はね、全く視点をひっくり返してます。みんなが欲しがらないやつを狙うんですよ。汚ねえ、壊れてる、保証がないね、それでね、安く買って、一つちょっと例を挙げましょうか。一つじゃなくてもいいや。例えばこれね、今ちょっとフィルム入れて撮ってる、そのうち動画にしようと思ってますけど、これペンタックスのスポーツマチックっていう、古いカメラですけどね、結構人気があるカメラなんです。これね、いくらだったっけな、560円って言ったかな、560円で落札しました。レンズは別で1200円ぐらいで、これカビも何もないレンズなんで、ちょっとしましたんで、送料も入れて3000円近くにはなってきたんですけど、それでもすごい格安でしたね。その説明文には、動作未確認、ジャンク、動くかどうか分かりませんよと。で、送られてきたカメラはね、どうだったかっていうと、シャッターは動くんですけど、ミラーが上がったまま固着するようなトラブルが出てました。で、ちゃんとね、このスポーツマチックを入札するときに、そのスポーツマチックの弱点っていうのをね、私調べてあったんですね。で、もうズバリ命中というか的中して、そのミラーが上がったまま固着するトラブルがよく出ると。で、実際に出てたと。でね、対策法もちゃんと勉強してたんで、わずか5分で修理が完了しました。スポーツマチック、SPF っていうのもあるんですけど、この時代のペンタックスの、カメラっていうのはね、ミラーアップして固着するトラブルが発生するんですけどね、これ走行板をね、ネジちょっと緩んで外して、そのギアのところにね、注油したらね、簡単に直っちゃうんですよ。で、そんなものがね、直し方がわからないっていうだけでね、ヤフーオークションでバカみたいに安く売られてるんですね。例がこれ一つ。で、次の例いきますね。これです。これね、ミノルタのね、
α9XI っていうね、当時の最高級モデルになりますね。これね、ものすごく気に入って使ってます。そのうち動画を上げようと思ってるんですけど、ものすげえね、使いやすくて画質がいいです。あのレンズはね、ちょっと普及タイプの、2485F3.5 から 4.5 なのかな、ミノルタの。このね、普及レンズもね、すごくもうキヤノンの L レンズに匹敵するぐらいの画質があると思います。で、カメラ自体もね、ものすごく使いやすいですし、シャッター速度がね、1万2000分の1まであるんです。で、この使いやすいカメラ、これはもうね、ギャンブルでした、はっきり言って。動作未確認で、汚かったんですね、ほこりまみれでね。で、なぜそれを入札したのか、まあこのスポーツマチックもそうですけど、出品者がね、どういう人なのかっていうことなんですね。で、ここで一つ、こういうね、ギャンブル的な入札するときのね、ポイントです。カメラショーから買うな、この一言につきます。他の出品物とか終了したその出品物を見て、カメラばっかりの人からはこの手のものは絶対買っちゃダメです。なぜかというとね、カメラのこと分かってるんです。つまり動作未確認っていうのは、動作未確認じゃなく本当に壊れてるどうしようもないカメラなんですね。カメラショーの方がその動作未確認とかジャンクって出してるのは本当にどうしようもないやつなんです。で、カメラショーじゃない人、他にね、出品物を見たらね、なんか掃除機とかオーディオとか、なんかそういうのばっかりでカメラが出てない人は、カメラのこと分かってないんですよ。でね、例えばそのミノルタの α9XI の平均落札相場額を見て、で、これ電池がいりますから、結構高い電池がいりますから、電池を入れてまで動作確認しても大した金額にならないんだったらもう損じゃないかと。じゃあ動作未確認で売ってやれっていう感覚になってくるんですね。で、そういう人が出品してるやつは本当に動作の確認をしてないんです。だからひょっとしたら壊れてないかもしれないですね。で、そこを狙って私買いました。完全動作品でした。もうバッチリですね。ね、もうこういうね、商品をね、落札すると本当に嬉しくなります。レンズのカビもなかったですね。これね、2251円だったかな。一応入札者が入ってきてちょっと上がりましたけど、最高級モデルがね、そんな安い値段で、めちゃくちゃ使いやすいんですよ。もうハマってます、はっきり言って。で、もう一つ例挙げておきましょうか。カメラ5台セットだったかな。でね、この、なんだっけ、キヤノンデートマチックで、キヤノンデミで、初代キヤノネットで、ミノルタのユニオマット、あともう一台、キヤノネット QL28 って5台セットで1000円っていうのがあったんですよ。で、これもね、やっぱり動作未確認で、で、他にカメラを売ってない人で。で、それで入札したら、まあ、誰も入ってこなくて1000円で終わって、送料が2100いくらでカメラ5台。キヤノネット QL28 だけはね、壊れてました。他は全部動きました。もうね、特に嬉しかったのがね、デミですね。デミはね、感動品でね、露出系も完璧に動いてて、これがね、普通に買ったら多分3000円ぐらいするんですよね。で、レンズもね、カビてないですし、まあモルトは全部ダメになってたんで、モルトは張り替える予定ですけど、あとね、これも嬉しかったですね。これミノルタのね、ユニオマット2なんですけどね、これ2なんですけど、シャッタースピードが1000分の1まである、古い、1961年製の、レンジファインダー機なんですけどね、ちょっと使ってみたかったんでね、もうすごく嬉しいのと、あと、キヤノネット、初代キヤノネットなんですけど、初代キヤノネットはね、ちょっと不具合があってね、ボディの上部が変形してたのと、レンズの中玉の後ろにバルサム切れがあったんですよ。で、まあでもちゃんとシャッターとかは動いてたんで、別にね、骨董品店で1台壊れたやつを買ってきてニコイチにしました。でもう今使えるようになって、今もうすでにフィルムが入って写真撮ってます。まあこれもね、そのうち動画にしようと思ってるんですけど、まあ何が言いたいかっていうと、やっぱね、そのカメラショー以外の人からジャンクを買うと。で、
この手のね、目かき、まあこのペンタックスもそうですけど、この目かきっていうのはね、大体の人がね、ネットにね修理の情報を流してるっす。で、修理の情報を流してるんで、それをね参考に壊れたところを修理できます。比較的結構ね、挑戦したら誰でもできるようになると思います。で、値段から考えてね、失敗してもね悔しくない値段なんで、十分ね狙えると思います。ちょっとね、僕は特殊といえば特殊なに機械いじりが得意なんで、チュネオタッキーさんみたいなギャンブルみたいな入札はできないよっていう人もいるかもしれないですけど、これはね、そこはちょっと腕を磨いてもらっていくしかないかなと思います。でもね、現実にね、完全に動くやつを安く落札したりもしてますから、カメラショー以外からそのジャンク品、動作未確認品、本当に壊れたやつはダメですよ、動作未確認品を買うっていうのは案外美味しいです。そんなこんなでね、もう車の中でねカメラ屋さんができるぐらいカメラだらけになっちゃって、もうどうしようかなと思ってるんですけどね。毎日ね楽しいね、カメラライフを送ってます。今日はねそんな感じでね、ちょっとねしょうもない動画になりましたけど、ヤフーオークションでそのカメラを安く落札する方法をご紹介いたしましたね。あんまり真似してもらったらね、僕が安くカメラ買えなくなっちゃうんで、あんまり真似してほしくないかもしれないですけど、もうちょっとね、さすがにね、カメラの所持台数に限界が来てますんで、ちょっと今から控えめに行こうと思ってるんで、ちょうどいいかなとも思ってます。もし参考になった、面白かったっていう人はね、いいねボタンを押してください。で、これからもね、主にフィルムカメラ、まあデジタルカメラもいきますけど、の情報を流していきます。撮影テクニックはね、私大したことはないですけど、初心者に比べたらはるかに知ってるんで、今後も私のチャンネル見たいと思ったら、ぜひチャンネル登録お願いします。で、将来的にはね、カメラプレゼント、チャンネル登録したら300人を突破したらっていう約束ですけどね、をやっていきます。で、この手のね安く買ったカメラを一通り撮影して、将来的にはカメラプレゼントに回していくこともありますので、ぜひチャンネル登録してみてください。でね、年末の繁忙期でして、ちょっと写真をね、撮り進める、もう早く紹介したいカメラがある。これはとにかくね早く紹介したいんですけど、ちょっと撮り進んでないんで、またもうちょっとしたらね、紹介したいと思います。それでは、今日はこの辺で、次回の動画ちょっといつになるか分かりませんけど、またチャンネル登録してお待ちください。それではまた。